働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大月智之の働く現場のお悩み相談室。イエーイ、はい、ありがとうございます。はい、撮影も後半戦にやってまいりました、ね、ちょっと言い方変えてみたい。もう素敵、気分変えようと思って気分を変えていきましょう。うん、大月先生、ちょっと私悩みがあるんですね。悩み多いね。はい、うん、若者を代表して悩みをぶっちゃけたいと思うんですけれども、うん、年収を上げたい、うん、もうそれだけ。上げればいいじゃない。どうやって上げるんですか。どうやって上げるの。はい、自分の時給単価を上げるしかない。どうやって時給単価を上げるんですか。単価が上がるような付加価値を自分に持つってことかな。付加価値、価値を高める、うん、そう、そういうことですか。うん、そういうことです。私には何の価値があるんでしょうか。それはね、山奥に行って一人で30時間くらい月を眺めてればいいんだよ。なるほど、じゃあ30時間行ってきまーす。私はっていうわけじゃなくて、ね、付き合っちゃったよ。まあね、結構秒数使ったんだよ。結構離脱してるかもしれないですけど、やっぱ皆さんお金についてはすごく興味があるということがデータでも分かるんです。まあね、あって困るもんじゃないからね。そう、うん、以前大月先生の動画で、その社労士さんの年収いくらだろうかみたいな動画とかがショートでもロングでも回りすぎている。本当だよ、回っている。なのでみんなお金が大好き。相当バッドヤードかっこ悪いんだけど。うん、大丈夫。根拠ねえだろ。根拠はないけど大丈夫。ないんだね。ということで、悩める皆様の、はい、質問を大月先生と一緒にお話をしていこうという企画でございます。うん、質問があるね、はい、うん、そうです。まあ、質問があるというか、まあみんなそうだよねっていうところで、まあ、1個ちょっと何個かね、あの年収を上げる方法なんじゃないのっていうのをちょっと書かせていただきました。まあ、結構当たり前って言ったらあれですけど、まあ分かってるよって思われるかもしれないんですけどね、また1個ずつ紐解いていこうかなと思います。まず1個目、転職。うん、結構 CM とかこう広告とかで年収を上げるなら転職みたいな感じがすごく出ると思ってて、で私の知り合いも最近転職をしてちょっとお給料上がって喜んでる人とかもいるんですけれども、うん、やっぱ転職ってアップしますよね。転職の仕方次第でしょ。ほう、逆に下がる転職の方法もあるんですね。うん、だってなんで上がる理由が分からん。まあ確かに働き方もなんか厳しくて、働くのが厳しくて、なんかもっと優しいところにしてお給料下がったよみたいな、そういうケースもありますしね。うん、だから結局さ、はい、今自分がもらってる年収とかをその世間相場で同じ職種とかね、うんうん、同じ業界、同じ職種、まあ、職種はないかな、はい、職種で調べて、あ、これ世間でこんくらいで採用されてるんだなっていうのが上だったら、これ上がるし。なるほど、なるほど。いや、全然うち高いじゃんって思ったら下がるし、うん、確かに、そうですね。じゃあ全部が転職とは言えないですね。うん、だ転職したら上がるんだ。あれはね、会社が悪いんだよ。こういいように見せてるってことですか。あおり散らかしやがって。モザイク、モザイク。まあまあ、でも実際そうですもんね。なんか入ってみないとわからないのにね。まあでも、だからもともと行った会社がさ、どうやって給与を決めてくれてるかとかにもよるわけじゃん。うん、はい、確かに。例えばもう勤続年数重視で上げててくれたら、はい、それなりに高くなってるっていうことだったら、うん、転職した時にじゃああなたが持ってるその技術とか能力で、はい、一体世間ではどのぐらいで買ってくれるんだろうって思った時に、それが思えばねえなってなったら、これは行った方がいいし、だからなんかそういうのが明確になっててね、はい、自分でそのやっぱその買ってもらう中途ってやっぱさ、あの新卒と違って能力がさ、はい、能力とか結果とか成果とかなんですよ、はい、だからそれをちゃんとアピールできる材料があるかどうか、で材料を取り揃えたけど、そんなになんか世間って珍しくないなとかって思ったら上がりづらいかもしれないし、なるほど、まあ、ちょっと、まあね、今人が取れないか上げ始めてるから、はい、ちょっと上がったかもしれないけど、
まあその方慣れ親しんでた方でやってた方がいいのかなとか、そういうのもやっぱ考えた方がいいし、なるほどですね、うん、だから中にいてあげる方法だってない話じゃなくて、やっぱその給与テーブルとかその評価制度とかグレードとかそういうのがあって、でどんぐらい自分が頑張ったら年収は今日が上がるか年収上がるかなっていうのを見て、これがねもうなんか天井来ちゃってますよっていうんだったら他行ってもいいますよ、うんうん、なるほどなるほど、今の自分の職種はもうこれ天井で、ここにいてももうベースアップぐらいしか望めないとかって、なった時にじゃあこれよそ行ったらどうかなって調べて、確かに、じゃあそれは上がるかもしれない、そうですね、確かにそういうのもあるかな、だからちゃんとリサーチするってことだよ、まずはこう自分がどれぐらいこう平均に対してどれぐらいなのかみたいなのを見た方がいいですね、であの求人票さ見れるから、はい、同業の、まあ、同じエリアで、同じ職種でいくらで募集してるかなっていうのを、見て決める方がいいと思う、確かにそうですね、あともう一個スキルアップ、まあ、さっきの話にもちょっとありますけど、スキルアップで年収を上げる、よく結構その視聴者さんで多いのがスキルアップ、まあ、年収を上げるために社労士試験を受けましたみたいな方も結構いると思うんですよ、そういうスキルアップなんですかね、だからその会社で上がるかどうかっていうのはその会社の制度次第だから、例えば社会保険労務士の資格取りましたって言って、そういう手当がつくところだったら少しは上がるかもしれないけど、そういうのがないところだったら別に確かに上がらないわけで、はい、じゃあそういうのをちゃんと上げてくれるところを探していこうかって言った時に、じゃあ今度はねその資格があればその分だけ上がるのか、いや実務経験がないとダメなのかとかね、あるから、そうですね、確かにその辺もよくチェックしてみてください、年収を上げるためにスキルアップするというか、スキルアップしてそれが世間でどこまで通用するかとか、まあ、なんか、あの、強いて言うんであればそのスキルアップをする内容がその社内だけのスキルとかだと外で通じないから、もうみんなが通用するような、そうだから世間で通用するスキルをしっかり身につけた方がいいと思う、はい、お次投資、これはもう別物の話です、もう別物ですけど、そうですね、投資なんかちょっとなんだろうな、一社会人におすすめ、まあ、私の持論なんですけど、私は積み立てをやってるんですけど、まあ、ちょっとでも、まあ、積み立てをすることによってなんだろうな、本来収入お給料として出るものじゃない分もちょっと膨れ上がってるっていうのがちょっと嬉しいっていうのがあって、NISA です、はい、そうですね、NISA を毎月積み立ててではいるんですけど、まあ、そういう働き方も最近自分の知り合いとかも多いなみたいな思いました、俺若かった絶対無理してやるから、NISA ですか、まあ、NISA というか投資自体、投資、おー昔やられてましたか、ね、やってなかったやってなかったんです、今みたいな時代じゃないから、はい、投資っていうとイメージギャンブルと同じような、そうですね、位置づけになってたから、あの頃にね、今はいいじゃん、なんか、はい、YouTube でも何でもさ、そうですね、嘘か本当か分かんないけど、なんか教えてくれる人がいたらさ、はい、昔そんなもんないからさ、はい、だからまあやるっつっても証券会社に高く貸されるのもちろん、そうです、まあ、証券会社さんの手数料高かったりね、あんなんでどんどん買い直させられたりとか、はい、だからそんなイメージしかなかったから、ね、なるほど、今の方が割と少額からできるしさ、そうです、で結局キャピタルゲーム狙っていくとさ、はい、一発勝みたいなところがあるから、そっちというよりはやっぱりあの長期間見込んで、15年とか積み立て続けるっていう、若いって時間があるっていうのが一番大事、そうですね、だそのために入れとくっていうのは結構ありだと思う、確かにありというかね、やった方がいいかなって一的には思う、なるほど、
やっぱ、うん、25で始めて15年だから40歳でしょ、はい、40歳の時にそういう収入があるのとないのって、うんうんうん、結構選択肢変わってくるでしょ。いや、そう思います。私もやっといてよかったなってめっちゃ思ってます。うん、ほらだって例えば40で転職しようとか、はい、起業しようとかっていう時にそれがあるとまあ一定数焦らなくてもいいかもしれません、はい、うん、ちょっと落ち着こうみたいな。そう、それなりにお金があるとね、それなりにあるから、はい、これが全くないくてさ、はい、なんか貯金ばっかしてたやつとかさ、いやー貯金減ってくからな。そうそうそう、貯金なんかさ価値がだんだんお金の価値が下がってきたやつとさ、どうしようもないですよ。特に円は最近安いですね。だそうなった時にもうすぐ就職したわけやとかさ、うん、年収を上げるって、まあ、将来的な年収は当然上がるんだけど、はい、やっぱそういう意味ではやっぱね、投資は、うん、大事ですね。うん、やった方がいいかなと思う。はい、そしてお次、じゃじゃん、自分でやる、なんか自分でやる株式会社みたいなので全然違うんですけど、まあ、自分で企業、何をやるの、会社やるってこと、会社をやるってことと、あとこの株っていうのは先ほど1個前の動画で話したんですけど、まあ、なんかベンチャー企業とか入った時にちょっとでもいいから株をもらっておくとか、そういうの、これあれじゃない、自分で起業して、はい、上場を目指すとか、そういうことですか。そう、そういうことです、はい、自分で株持ってて、はい、今よりも上げる、まあ、その分多分苦労はかなりあると思うんですけど、まあそりゃそうだよ、だって世の中の会社で上場できる会社って限られてるんだからさ、はい、ほんのわずかしかないんだから、はい、うん、割と周りになんかそういうのを目指してる人たちが大勢いたり、はい、実際にその金鳴らした人がいるから、うんうんうん、なんか身近に感じてる人もいるんだけど、うん、そんなに数多くねえぞって、はい、でもまあその上場は別としても、はい、やっぱ年収を上げるってのになるとやっぱり自分で何かやるのが一番いいんじゃないかな。でも結構ね、自分でやりたくてもなんかどうしようってなってる人めちゃめちゃ多いと思うんですよね。そしたらね、やんない。なるほどなるほど、全然上がらない、うん、もうだってあげたいでしょ。あげたいです。あげたいのにやるじゃねえか。もう俺はやるんだ。うん、だって自分で全部さやっぱいろいろ調整できるじゃん、うんうんうん、だから本当の意味で年収を決めるのは自分自身でしょ。はい、うんうんうん、まあ勤めてるうちもねちゃんと評価制度っていうのがあるから、ある意味自分で年収決めてるんだけど、はい、そのルールの中で決める、うんうん、今度ルールすらも自分で作るから、うん、なるほど、それが一番いいんじゃない。だからそれは 何の仕事でもいいと思うけど。大月先生的にはこの4つだったらどれが一番好きですか。俺、はい、俺もこれかな。いい話してたのにね。投資、まあ、一番手っ取り早くリスク少なく、いや、これをやりつつだよね。どこにどこに属しててもこれはやっとく感じが。確かに。ちょっと今度一緒に兄さんの動画でも撮りますか。で、やっぱこう、こっちかな、この、うんうん、転職とかよりはこっちかな。自分でやる。投資をやりつつ、自分でやる、うん。なるほど。やっぱ自分でやってる方がさ、はい、全部自分の責任だし。そうですね。うん、そうなるとなんか、やっぱね、気合が違いますよ、気合が。あー、排水の陣。うん。っていう感じですかね。誰のせいにもできないわけでしょ。うん、確かに。どうしてもどっか勤めちゃうとね、なんか自分ではコントロールできない部分に目がいっちゃうから、うん、ああそう、ああやってくれればもっと良かったのにな、ちくしょうとかって思っちゃうけど、はい、うんうん、自分でしたら全部自己責任です、ね。そう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 。の方がなんか資質があるじゃん、そっちの。うん、なるほどです、うん。全く資質がないんだったら。やった方がいい、うんうんうん、いや誰かの指示がないと何にもできませんとかっていう、うん、それが悪いわけじゃなくて、はい、まあ、タイプありますからね、うん、いろいろと、うん、そういうタイプだったらやっぱ転職目指した方がいいと思う、うんうん、分かりました。では最後に年収を上げたい方々に大月さんから一言何かお願いします。取り込まれる。最後は突き放したのか。いやだってさ、ここまで言ってるからね。いや、なんか自分でいろんな可能性考えるのが大事じゃない、はい、うん、確かに
かに自分で動けない人は年収も上がりませんよって話ですよね。そうだって、そうそう、だから転職にしたって何にしたって、はい、やっぱ自分でいろんな情報を取ってきて、はい、その中から必要なものを選択していくわけだから、うんうん、だから投資だってそうよ、はい、うん、何も知らないでね、なんか下手な個別株とかに入れちゃってさ、うんうんうん、失敗する人っているわけでしょ、はい、だから自分でちゃんと情報を取ってくるっていう、うんうん、だから最低限その努力というかね、そういう労力を使った人だけが上げていくことができる、はい、努力なんだもんね、うんうん、まあ、スキルアップだってそうよ、うんうんうん、なんか全部自分で動かなきゃいけないと、はい、だから動かないで誰かに何とかしてもらおうっていう人はやっぱ上がらない、うん、なので、うん、自分で動いてください。そう、行動あるのみです、これは行動、ドゥドゥドゥです。本当に頑張りましょう。はいはい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。他の動画もぜひぜひ見てください。 SNS のフォローもよろしくお願いします、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、はい、バイバイ。